広島大学2023年の力学に関する入試問題です。1番、図1のように水平な床の上に直角三角形の断面を持つ台を置く。台の質量をラージ M、 床に対する斜面の角度をシータとする。この台の斜面上に質量スモール M の小物体を置いた時の小物体や台の運動について考える。重力加速度の大きさは G として以下の問いに答えよ。ただし小物体や台に働く空気抵抗、小物体の大きさは無視してよい。まず図1のように台を床に固定した場合を考える。小物体と台の間の静止摩擦係数を μ、 動摩擦係数を μ' とする。ただし μ' は0から μ の間とする。この斜面上の高さ H の位置に小物体を静かに置いたところ滑り始めた。問1、小物体が斜面を滑り始めるために満たす μ と θ の関係式を示せ。問2、滑り始めた後の小物体の斜面に沿って下向きの加速度の大きさを α とする。小物体と台の間の垂直抗力の大きさを N とする。小物体の斜面に平行な方向の運動方程式、斜面に垂直な方向の力の釣り合いの式をそれぞれ示せ。問3、小物体が斜面を床まで滑り降りた直後の小物体の速さ v を m、μ' g、h、θ のうち必要なものを用いて表せ。導き方も示せ。次に図2のように台の固定を外し、台が床の上を動けるようにした。質量がスモール m、 台との静止摩擦係数が μ0 の図1とは別の小物体を静止した台の斜面上に静かに置いたところ、台と小物体は静止したままであった。ここから水平左向き大きさ β の加速度を台に加えると小物体が斜面上を滑り始めた。問4、小物体が滑り始める β の下限値 β ミニマムをラージ M、スモール M、μ0、G、θ のうち必要なものを用いて表せ。導き方も示せ。問5、 β がある値以上になると小物体が台から離れる。小物体が台から離れない β の上限値 β マキシマムをラージ M、スモール M、μ0、G、θ のうち必要なものを用いて表せ。導き方も示せ。問1番です。小物体が滑り始めるために満たす μ と θ の関係式を示せ。 μ というのは静止摩擦係数ですね。台と小物体の間の静止摩擦係数です。でこれが滑り始めるためにということは、これが mg、 重力 mg ですね、粘着加法です。で斜面上に沿ってこれ mg、 これを分力、これの斜面に対して垂直方向とこの斜面方向に分けると mg サイン θ、 これが mg コサイン θ になります。でこのこれを滑り始めさせるとする力はこの mg サイン θ ですね。この斜面方向の成分です。これで摩擦が働いていますから μn、 摩擦力ですね、静止摩擦力が μn と表せます。最大静止摩擦力ですね。でその時は垂直抗力はこれに対する反作用ですから n は mg コサイン θ、 大きさでいうと、mg コサイン θ、 方向が違いますけれども μn ですね、 μm 自己線 θ、 最大静止摩擦力よりもこちらが大きかったら滑り始めます。ですからこれ大ですね。ですから mg と mg が消えて sin θ は μ コサイン θ よりも大だと。で μ はこれコサイン θ も sin θ になって μ の方が小さいですから、これがタンジェント θ ですね。ですからタンジェント θ よりも小さいということになります。問2番です。滑り始めた後の小物体の斜面に平行な方向の運動方程式、さらに斜面に垂直な方向の力の強いの式を示せという問題です。問題文にはこの小物体と台の間の垂直抗力を N とするという文章もあります。でこの2つに分けたわけですけれども、まず最初に1番ですが、斜面に平行な方向の運動方程式ですね。これは小物体は α という加速度でもって滑り始めています。ですからここには運動していますから、もう動摩擦力が働いています。動摩擦力は垂直抗力 N とすると μ'n で反対方向ですね。こちらが mg sin θ という重力による斜面方向成分です。こちらの大きいですから、こちらに向かって滑っています。ですから運動方程式は mα イコール力はこれとこれを引いたものですね。ですからこういうふう
になります。ミューダッシュ、ここミューダッシュだと、これ動摩擦係数であることに注意しないといけないですね。で、垂直方向の力は2番ですけども、垂直方向の力はこの斜面を押し付ける力が重力の M 軸3θです。その反作用として垂直抗力がこう逆方向に見ています。方向が違いますが大きさは同じですね。力の釣り合いですから M 軸3θ イコール N となります。問3番です。小物体がこの中から床まで滑り、ここですね、床まで滑り降りた直後の速さ V を M から θ の実質なものを持ちで表しなさいという問題です。でここからここまでは α という等加速度を運動します。ですからこの式ですね、終わりの速度から始めの速度 V 乗引く0乗は 2αx という関係式が成り立ちます。でここの x ですが、 x の sinθ が1ですから、この x は sinθ 分の1と表せます。ですから V というものはルート 2αx ですね。ですから α というのはここでの全物運動方程式から mα イコール mg3θ マイナス μ' は n だと、 m 軸 3θ ですね。これから α というのは m で割ると g3θ 引く μ'g3θ で g でくくると 3θ マイナス μ'cosθg になります。これが加速度ですね。ですからここへ持ってくればいいわけです。これをで x というのはこれですね。これをここ持ってくればいいわけですね。ですから v はルート 2αx だというやって 2gh でこれ 3θ をかけると1、これで 3θ 分の cosθ はまあタンジェント θ 分の1ですね。 cosθ 分の sinθ の逆数ですから、タンジェント θ 分の μ' になりますから、結局 V はこのような式になります。問4番です。問4番からはこの台の固定を、ここにあった固定を外しました。ですから自由に動けるようになったわけですね。でここの別の小物体、質量は同じ M ですけれども、μ0 ですね、小物体と台との静止摩擦係数が今度は μ0 で、置いたところをこれ静止したままであったというわけですね。で静止したままでこちらに方向に加速させると、これにまあ慣性力が働きますから、こういう方向に逆方向ですね、慣性力が働きますから、それでもってその重力のこの斜面方向成分と慣性力のこの斜面方向成分との力が大きくなりますが、まあ滑り始めるというわけですね。ですからまあここに慣性力が働くことに考え、ここに余計なこのさらに力が加わるということを考えないといけないですね。ですから静止したままであったんですが、滑り始めるというのは何かというと、この重力の mg3θ この成分と、この慣性力のこの斜面方向成分といったらこれですね、ここですね、これですね、これのこの成分ですから、これと mg3θ とこの m β の cosθ を加えたものがその滑り始める力になります。でその時に結局最大静止摩擦力がこの μ0n という、ちょうどまあ下限値ということは下の同じという時ですね。その時のまあベータを求めればいいわけです。ですからこの滑り、こちらの方向の成分は mg3θ プラス mβ の cosθ という力です。で一方最大静止摩擦力は何かというと垂直抗力、この垂直抗力もさらにここの mβ のこの成分ですね、この斜面方向に対して垂直抗力方向の成分を考えないといけないと、これも上向きですから、これですね。ですから mβ の sinθ と n を加えたものが mg cosθ に等しいというこの関係式ですね。 n は情報こう m と n と mβ sinθ がとこれが mg cosθ に等しいですから、垂直抗力はこれからこれ引いたものだというわけです。ですから、これはもういいですね。これはこちら方向に加わる力と最大静止摩擦力が逆方向です。μ0n です。n はこれです。μ0× これですね。こういう関係式が成り立ちます。で、データを求めればいいわけです。で、こちらを移行します。mβ でくくります。mβ が共通ですから、こちらが cosθ。こちらマイナスがプラスになって、μ0sinθ になりますね。これ mβ ですから。で、あとは、μ0、mg、cosθ、これをこちら移行します。mg が共通ですから、mg でくくると、μ0、cosθ、これがマイナスになりますから、マイナス3θ になります。で、m と m が消えます。で結局、β は、cosθ 分の μ0、sinθ 分の、これは分母を着て、こちらが、m が取れた、こちらが分子に来ますね。すなわち、その、ちょうど等しい時ですから、下限値になります。ミニマム。
ということですね。ですから答えはこれ、こういうふうになります。問5番です。小物体が台から離れないベータの今度は上限値、下限値ではなくて上限値ベータマックスを M から C の実質のものを持ち表しなさいという問題です。でこのベータをどん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 大きくすると、このベータが大きくなればなるほどこのここの上の成分ですね、この成分が大きくなりますから垂直抗力がどんどんどん大きくなって、結局これよりも大きくなると離れてしまうわけですね。ですからまあギリギリのところで等しい時がちょうど N が0の時、まあ、これから離れていくわけですね。垂直抗力が0と言ったらもう全然押さえつけてないのと同じですから離れていくわけです。ですからまあこれがイコール0で無事垂直抗力というのは無事故算した万線ベータ算引いてですから、これが0ですからこれとこれが等しいと M と M が消えて、結局ベータは3シータ分の G 子3シータになりますね。でその時はまあ上限値マックスマムになるわけですけれども、これはまあ子3シータ分の3シータ分の1で逆数になってますから、これがタンジェントシータ分の G だということになります。上限値はベータマックスはこういう式になるわけです。広島大学2023年の力学に関する入試問題の続きその2です。図3のように今度は台の固定を外した状態で、台と床の間、台と小物体の間に摩擦のない場合を考える。静止している台の斜面上に質量がスモール m の小物体を静かに置いた。問6、斜面に固定された座標系における小物体の斜面に沿って下向きの加速度の大きさを α とし、床の上に固定された座標系における台の水平左向きの加速度の大きさを β とする。小物体と台の間の垂直抗力の大きさを n とする。括弧1、小物体の斜面に平行な方向の運動方程式を示せ。括弧2、小物体の斜面に垂直な方向の力の釣り合いの式を示せ。括弧3、台の水平方向の運動方程式を示せ。問7、アルファとベータをそれぞれラージ M、スモール M、G、シータを用いて表せ。問6の過去一番の問題です。台というかですね、台と小物体の間には摩擦はありません。で、小物体と台の間の垂直抗力の大きさを N とします。で、過去一の問題ですが、小物体の斜面に平行な方向、この方向ですね、この方向の運動方程式を示しなさいという問題です。でこの力まずがありませんから、この小物体のに働く力は何かというと重力 mg ですね。それからここはもう摩擦がありませんから、これこういうふうにしてここは垂直抗力がありますけれども、垂直抗力が何かというと、このあと2番でやりますけれども、ここの押さえつけてこの斜面に垂直な方向ですね、この力でもって、この力のこの水平方向成分ですね、水平方向成分が左にかかりますから、結局台自体はこちら左側に加速するわけです。で、ここに出す、ですからここの小物体にはその加速度による慣性力が逆向きに働きます。慣性力 mβ ですね。で重力が mg です。でこの重力のこの mg の斜面方向成分が、ここがここはθですから、ここがここも錯覚でθですね。でここが2分の π マイナス θ で、ここが直角ですからθになります。でこことここが錯覚でθになりますね。こうですから mg の sinθ だと、ここが mg sinθ ですね。でこの慣性力も考えないといけない。この斜面方向成分 mβ のこれですから、mβ の cosθ という mg sinθ と mβ の cosθ が2つかかってくるわけですね。ですからそれがその小物体を斜面方向に滑らす力になるわけです。ですから mr はイコールこの mg sinθ プラス mβ の cosθ だという、こういう方程式が成り立ちます。次は括弧2番の問題です。小物体の斜面に垂直な方向の力の釣り合いの式を示せという問題です。で斜面の方、斜面に垂直な方向とはこの方向ですね。この方向でいうと、この小物体が斜面を押さえつける力は mg のこの分力ですね、この成分です、 mg コサインシータとである。で、
逆にその反作用として、これを押さえつける反作用として垂直抗力があるわけですけれども、ここで慣性力のこの成分ですね、慣性力がこういう方向に働いていますから、この斜面に対する垂直方向のこの力ですね、この方向を待つといえば、ここの力ですね、この力が m ベータのサインシーターになります。 m ベータのサインシーター、これとこれで、これの垂直抗力が加わったものが m 字コサインシーターに等しいという、これですね、上側の成分、下側の成分ということで、こういう力のずれ合いの式が成り立ちます。答えはこれでいいわけです。すなわち、垂直抗力というものは何かというと、これを押さえつける力は、その大きさといえば、垂直抗力の方向はこうですが、もう押さえつける力はこの慣性力がありますから、これからこれを引いたものですね。ですから、こういう関係式が成り立ちますけれども、釣り合いの式というのは、これでいいわけです。次はトイレの3番の問題です。台の水平方向の運動方程式を示せという問題です。で、この台自体は、ベータという、ここの、床から見た座標系でいうとベータという加速度ですから、 m ベータイコール、じゃあどういう力がこの台には加わっているかということを、右辺で示せばいいわけですね。で、ここでこの垂直抗力とこの m ベータサインシータですね、これとの合力が合わさったものがこの m 自己サインシータに等しいですから、実際にかかる、この慣性力があるために、実際にかかるその面に対して、斜面に対して垂直の方向はこの n ですね、これとこの出したものが、これになるわけですが、こういう力、これの反作用、これですね、これのこの押さえつける力のこの水平方向成分ですね。つまりここで言うと、この N の水平方向成分、この力がこの加速度を起こさせる力になってるわけですね。この力は何かというと、この N の、ここがシータですから、 N サインシータ、これですね。これとこれです。ですから N サインシータだということですね。問題文には垂直抗力の N と書いていますから、 N を使えばいいわけですね。しかし、N は前問でやった m 字コサインシータマイナス m ベータサインシータ、これをそのままここに代入しても、した式でも OK だと思います。簡単に簡略的にこの m ベータ、これが一番すっきりシンプルしていいわけですけれども、これでもここへ持ってきたものでもいいわけですね。問7番です。アルファとベータを表しなさいという問題です。 m からシータのうち、これを用いて表しなさいという問題です。ですから、これはもう登録でやったこの全問の結果ですね、これを利用するわけです。で、その mα の斜面方向の運動方程式はこういうふうになりました。で、その台自身の運動方程式は mβ イコール nsinθ ですが、 n はこれですから、これですね、こう n がありませんから、もうこの式を使わないといけないと。n ですね。で、sinθ です。で、これから見ると、もうベータですから、この2式からもうベータが出せますね。これじゃなくて、こちらですね。ですから、2より、これは m ベータ、これ m ベータが m ベータサイン上シータですから、こちら移行したら m ベータプラス m ベータサイン上シータで、そのベータでくくると、これが m、こっちが m サイン上シータになりますね。で、これは右辺はこれが m 字コサインシータサインシータが残ります。ですから、これベータはこれを割ればいいわけですね。ですから、これ分母に来て、これが分子です。ですから、ベータはこういう式になります。で、あとはもうここベータを代入すれば、アルファが出るわけですね。で、1式からアルファというものは m で割ると g サインシータ、ベータコサインシータになります。で、ベータをこの分をここで代入して、もうあとはもう愚直に計算するのみです。で、g サインシータプラスベータがこれですから、これにコサインシータをかけたものですね。ですから、コサイン上シータになります、分子が。で、あとはもうここも通分して、n プラス m サイン上シータで、これではかければいいわけですね。分母がこれになりました。で、これとこれ一つずつ書きます。 mg サインシータと mg サイン3乗シータになります。で、あとはここですね、これはそのままここ持ってきます。で、あとは g サインシータ、 g サインシータ、 g サインシータでくくると、 m 足す、これが g サインシータですが、 m サイン上シータが残る。で、 g サインシータですが、 m コサイン上シータが残ります。ここを見ると、もう m でくくると、M のサイン上シータプラスコサイン上シータでこれ1になりますから、これで1になる、 M でなるわけね。これとこれで M になりますから、 M プラス M、 M プラス M の G サインシータと、分子がこうなります。で、分母はそのままですね。ですから、アルファがこういうふうな式になります。これ満たしてますね。
アルファがこれ、ベータがこれとなります。広島大学2023年の波動に関する入試問題です。2番、問1、空気中の音の伝わり方について考察する。以下のアからクについて適切な式を記入せよ。 A、B は適切な式を選択肢から選び、その記号を記入せよ。ただし音源の振動数を F、 空気中の音波の速さを V とし、無風の状態として考える。図1に示すように止まっている観測者に音源が速さ V、 V はラージ V より小で近づいてくる場合を考える。時間 ΔT の間に音波はA、進み、その間に音源はI、移動する。したがって観測者に届く音波の波長はウと表すことができる。この時観測者の聞く音の振動数はエとなる。図2に示すように止まっている音源に速さが U、 U はラージ V より小で観測者が近づいている場合を考える。この場合観測者から見た音速はオと考えることができる。この時観測者の聞く音の振動数はカとなる。図3のように音源が速さ V、 V はラージ V より小、観測者が速さ U、 U はラージ V より小で動いており、双方が近づいている。また図に示すように音を反射する静止した壁が置かれている。この時音源から直接観測者に届く音の振動数 FA はキ、壁に反射してから観測者に届く音の振動数 FB はクである。観測者にはうなりが聞こえることがあるが、これを空気中を伝わる音の波の観点から以下のように考察する。音源から直接観測者に届く音の波を時刻 t の関数として FAT イコール F0 サイン 2πFAT 壁に反射してから届く音の波は同様に FB カッコ T イコール F0 サインカッコ 2πFBT カッコと表す。ここで F0 は音の波の振幅である。うなりは FA カッコ T と FB カッコ T の干渉によって起こるが、このことは観測者に届く音の波を FA カッコ T プラス FB カッコ T とし、三角関数の積を用いて A と表すと理解できる。うなりの振動数を FA、FB を用いて表すと B である。必要に応じて以下の関係式を参考にしてよい。 A と B の選択肢です。問1の A から A の問題です。止まっている観測者に音源が速さ V、 この V で、 V はこの空気中の音波の速さラージ V よりも小です。で近づいてくる場合、時間 ΔT の間に音波は A 進み、その間に音源は E 移動する。したがって観測者に届くほど音波の波長は U、 観測者の聞く音の振動数は A となるという問題です。あと E についてですけれども、これはもう簡単ですね。時間 ΔT ですから1秒間にラージ V あるいはスモール V 行きますから、 ΔT 倍すればいいですね。 ΔT の間に VΔT ほど音波は進みます。でその音源は VΔT ほど進んでいるわけですね。ですから A はこれ、E はこうなります。で U で、U の問題ですけれども、この振動数、音波の波長ですね、音波の波長はどうなるかということですが、もう ΔT だったらここ音波行って、その音源はここですから、ここに実際に詰まった状態で F、 1秒間に F 項ですから ΔT ですから、 FΔT この波が波長ラムダ、縮まった形の波長ラムダダッシュは FΔT イコールということですね。ここの長さはですから V-FΔT、 このラムダダッシュの波がありますから、式としてはこれはまあこういう式になります。この距離がラムダダッシュかけ FΔT で、ですからこの距離がまあこういう形になります。 ΔT でくるとこうなる。でラムダダッシュの波が FΔT イコールありますから、デルタ D とデルタ D が消えて、結局ラムダダッシュは F 分の V-V となります。その次に A ですけれども、振動数はどうかというと、このラムダダッシュの波を聞くわけですから、その波長、振動数も変わるわけですね。で音の波、空気中の音波の速さがラージ V とすると、 F ダッシュイコールラムダダッシュ分の V とこう考えます。ですから振動数はラムダダッシュの波ですから、ラムダダッシュ V かけラムダダッシュ分の1ですから、この逆数ですから、これ逆になったものが
点灯したものがこう来るわけですね。ですから V マイナス V5 の VF となります。次は O と K の問題です。今度は止まっている音源に速さ U で、 U は空気中の音速よりも小ですね、 U で観測者が近づいている場合を考えます。観測者から見た音速は O、 観測者の気候との振動数は K となるという問題です。まず最初に O ですけれども、観測者から見た音速は何かというと、観測者が止まっている場合は音速は V で右向きです。でこの人が左向きに U で、つまりマイナス U という速度ですね。で、動いている場合はその相対速度ですから、観測者から見ている場合はその速度を引けばいいわけですね。 V から V は右向きは正です。で左向きはマイナス U ですから、マイナスのここマイナス U だということですね。相対速度はですから V プラス U となります。ですから観測者から見たら音速は速いと、静止しているよりも早く届くわけですね。ですから、V プラス U となります。 O ですね。で観測者の気候との振動数は何かというと、それを F' とすると、 F' というものはその波の波長ラムダ分の V プラス U ですね。これは音速がこうラムダ分の V で、この音速がこうなりますか、こうなります。でこのラムダというものはもともと F 分の V ですね。 F 分の V ではありますから、結局 V 分のこちらが上に来て V プラス U の F となります。次は K と K の問題です。音源が速さ V で、 V はラージ V よりしょで、観測者が速さ U で、両方とも動く場合ですね、動く場合を考えます。音源から直接観測者に届く音の振動数 FA は K、壁に反射してから観測者に届く音の振動数 FB は K であるという問題です。まずこの直接聞く音の振動数ですね、 FA を求めます。この時どういうふうにして考えるかというと、このまずこの静止している場合は、音源がこう V で近づく場合は、もともともう音源も静止している場合は F という振動数ですけれども、音源からは F の振動数の音が出ているわけですけれども、ここで静止している場合、これが動いている場合は F' とすると V-V 分の VF になるわけですね。こういうで、しかもそのですからこの音がこういう F' という音を出していると考える。で観測者が U で近づくという場合を考え、二重に考えるわけですね。ですから FA は結局観測者が聞く振動数は V 分の V プラス U ですね。これ動く場合、このここが F ではなくて F' がここに来るわけですね。ですからこの F' という音を出していると考える、これが近づいているという場合だけを考えます。ですからここは静止して F' という音を出していると考えるわけですね。ですからここへ F' これを持ってくればいいわけです。ここへ V マイナスの VF ですね。ですからこれとこれが消えて、結局 V マイナス V の V プラス UF となります。同様にして同じことを考え、同じように考えるわけですね。黒の場合ですが、この場合は今度は壁に反射してから、これ動いているわけですが、壁に反射してからそのここを聞く場合ですね、木の場合は直接聞く音の振動数ですが、壁に反射する場合だったら、壁にここにあると壁が受け取る振動数というのは F' とすると、これは遠ざかる場合ですから、ここはプラス V になるわけですね。マイナス V でなくてプラス V な分の VF となるわけです。ですからでその音でもってこう同じ音振動数の音を出すという考えるわけですね。 F' という音を出して、この人が U で近づいている場合は考えるわけです。ですから FB はここに F' を持ってくるわけですね。近づいている場合ですから、 V 分の V プラス U、 ここもそうです。そうしました。で V プラムのプラス U の F' です。 F' というのはこの場合はこれですね。ですから V プラス V 分の VF と回ってきて、 V と V が消えて、結局ここがプラス U プラス V となります。次は A と B の問題です。音源から直接観測者に届く音の波を FAT と表します。 F0 これは波の振幅ですね。 Sin2πFAT です。FA とこの直接を聞く振動数 FA としますから、こうなります。壁に反射してから取ることは FB ですね。ですから同様にして FBT は F0sin2πFBT となります。でこれは F0 は波の振幅ですが、その干渉の結果、これ先ほどやりましたが、振動数が FA と FB は違います。ですから重なり合って干渉の結果、うなりが生じるわけですね。つまりワンワンというふうに1秒間に何回うなりが生じるかという問題になるんですけども、干渉の結果はこれとこれを足せばいいわけですね。足す
出して、それを積で三角関数の積の形にしたら A と表せられると。でそれからそれでもってうなりの振動数を求めるというわけですね。 F A B を用いて表すと B であるという問題です。まずここの関数の重なり合わせの ですね FAT と FBT を積の形で表すとどうなるかという問題ですが、これとこれで F0 と F0 でくくると F0 共通ですから sin2πFAT と sin2πFBT、 これはまあ sinA と sinB の形ですね。これを積の形に表します。でこれはその問題文 そのヒントにもありましたけども、これをアルファプラスベータ、アルファマイナスベータと書いて、サインカッコアルファプラスベータはまあこういう式になりますね。サインアルファマイナスベータはこういう式になります。これはもうこれ見て、これとこれ足したらこちらが消えますね。で2サインアルファコサインベータになります。ですからこう積の形になったというわけですね。アルファプラスベータ、アルファマイナスベータがこういう積の形になったというわけです。でここで言うとこれがアルファプラスベータですね。つまりこれがアルファマイナスベータと考えると、このアルファとベータを求めればいいわけですね。これとこれ足したら変電表すと加えると 2α これ消えて 2π でくくると、 2πt でくくると FA プラス FB ですね。ですからアルファは2分の 2π かっこ FA プラス FBT というになります。でベータは何かというと、これからアルファ引いたこちら移行した形ですから 2πFAT 引くベータ、ベータはアルファですね。 2πFAT マイナスアルファです。アルファがこれですから、ここに持ってきます。で2分の 4πFAT 引く 2πFAT で 2πFAT、 これはマイナスマイナスになりますから、こうなりますね。ここがマイナスになるわけです。ベータはアルファの場合はここがプラスということですね。ですから結局これとこれは F0 のこれが2倍の、これが2倍のサインアルファコサインベータという形になりますから、 2F0 になってサインアルファコサインベータですね。アルファはこれだと、ベータはこれだということですね。ですからまあこの形を言ったら B に相当します。次はうなりの振動数を FAB を用いて表すと B であるという B の問題です。うなりの数ですね、1秒間に何回うなるかという、ワンワンワンという、1秒間に何回うなりが生じるかという、その1秒間あたりの回数を言います、うなりというのは。ですからこれが FAB を用いて表せるかという、この式からどういうふうにして解釈されるかという問題です。でその全問の A ではこれとこれを合成した重ね合わせた結果、こういう積の形で表せました。でそのワンワンという最大値を考えるわけですね。最大値はシンプル化に F0 で、その時はこれが1の時ですね。つまり、ですからこれが1になる時はこれがまあ0の時は FA と FB が等しいですから、これはもう論外ですね。ですから N が正の時ですね。ですからこれが1の時が最大値取るわけですから、こっちの2分の 2πFA-AB が Nπ の時、 N は正ですね、 0ではないと。ですからまあ2分の π が消えて N は結局これは π になって FA-N はここで FA-AB ということになるわけですね。でその例えばそのコサインの t 秒一振動、一振動ですね、 t か t 秒の時、一振動の時はその最大値に何回取るかという時は π と 2π ですから 2つ取るわけですね。 t 秒の間に、一周期の間に最大値が π2 ですね。ですからt 分の1秒、1秒という時は1秒の時はじゃあ何回うなりが数か、まあ、つまり N ですね、うなりの数が1秒の回数ですから、1秒の時はその t 秒の時は2回ですから、その1秒の時は F 個の F 回振動しますから 2F 個、つまり N 個ですね。そのここのここで考えた方がいいかもしれませんね。オメガ t の時、まあ、周期核振動数はオメガは t 分の 2π だと、 t 分の 2π が t 分の 2π がここで言うとこの2分の 2πFA-AB になるわけですね。でこれ t 分の1というのが 2πF だということで、ここが 2π が取れて F というのが 2分の FA-AB だと、 2F ですね、 2F というのが結局これと FA-AB だということですね。ですから1秒間あたりの何の回数は 2F なんです。ですから 2F はここで言うと FA-AB で表されますから、うなりの回数は FA-AB だというふうになります。つまり H というのが答えになります。
広島大学2023年の熱力学に関する入試問題です。問い2番、次の文章中の空欄 A から G に入る式と H に入る語句として適切なものを回答文の選択肢から選び、その記号を回答用紙の回答欄に記入せよ。図4のように鉛直方向に滑らかに動くことのできる質量スモール M キログラムのピストンを備えた断面積 S 平方メートルの容器が置かれている。ピストンも含め容器はすべて断熱材でできており、底部のヒーターで容器内部を加熱できるようになっている。最初温度 T0 ケルビン、物質量 N モルの物質が液体状態で容器内に密封されていて、底面からの液体の高さは1メートルである。状態 A、 この液体を一定出力 W/mL のヒーターでゆっくりと加熱していくことを考える。加熱による液体の体積変化は無視でき、液体と気体の圧力と温度は場所によらず常に一様で、気体は理想気体として扱えるとする。液体と気体の比熱はそれぞれ温度や圧力によらず一定であり、容器外の大気圧を P0 ニュートン毎平方メートル、気体定数を R10 マイモル毎ケルビン、重力加速度の大きさを G メートル毎秒毎秒とする。加熱開始から T1 秒後に液体の温度は沸点 T1 ケルビンに達した。状態 B、 この液体のモル比熱は A10 マイモル毎ケルビンと表せる。その後も加熱を続けると温度は一定のまま、状態 B から T2 秒後に液体がすべて気体になった。状態 C、 この物質の1モルあたりの蒸発熱は B10 マイモルと表せる。ただし蒸発熱の一部は蒸発の際の体積変化に伴う仕事にも消費される。状態 C における容器底面からピストン底面までの高さは C メートルであり、液体がすべて蒸発する間に物質が外部に成した仕事は D ジュールである。状態 C からさらに T3 秒の間加熱すると気体の温度は T2 ケルビンに達した。状態 D、 この気体の低圧モル比熱 CP は E10 マイモル毎ケルビン。状態 C から D の間の物質の内部エネルギーの増加は F J であるので、 CP と定積モル比熱 CV との間には CP イコール CV プラス R の関係があることがわかる。状態 D でヒーターによる加熱を止め、この容器をゆっくりと90度傾けて水平にすると、状態 E、 気体の圧力は G ニュートン毎平方メートルとなり、状態 D から E の間に気体の温度は H。 回答文です。空欄 A の問題です。 W/mL のヒーターでゆっくり加熱していきます。でこの加熱開始から T1 秒後にはこの液体は、これは全部液体ですね。ここは液体は T1 ケルビン、 T0 ケルビンから T1 ケルビンに達したということです。まあ沸点ですけれども、この液体のモル比熱、1モルあたりの比熱は A10 マイモル毎ケルビンであるという問題です。でこの液体ですね、 T0 から T1、 しかも N モルですから、比熱、そのモル比熱を C とすると Q 熱はイコール N モルで、1モルあたり C ですから NC のその温度変化ですね、デルタ T になります。でこの Q というのは T1 秒、1秒あたり W10 毎秒です。 W10 ですから T1 ですから K トータル WT1 という熱量ですね。 WT1 ジュールです。でこれがこうなります。デルタ T は T1-T0 となりますから、このモル比熱 C は N、 これで割ればいいわけですね。ですからこれに相当するのは血となります。クーラン B の問題です。 B という状態、これですね。 B から T2 秒後には全て気体になった、液体から全て気体になったというわけです。でこの物質の1モルあたりの蒸発熱は B10 マイモルと表せるという問題です。でここで液体から全て気体になったわけですが、1モルあたりの蒸発熱を C' としますと N モルありますから NC' ですね。ですからこれはもう
その同じ温度ですけれども液体から気体になるためのその WT2 というこれ蒸発熱ですね。ですから N モルですから、C' は N で割ればいいわけです。ですから1モルあたりはこういう式になって結局気というものが正解になります。今度は空欄 C の問題です。状態 C、 この状態 C における容器底面からピストン底面までの高さですね。これですね。高さは何メートル、 C メートルであるという問題です。でここはもう純粋に液体からもう気体になったということですね。気体の状態方程式を考えます。でここでの圧力 PVNRT ですね、一般に。でここの圧力は何かというと、このここの大気の圧力が P0 ですね。P0 で押し当てつけています。で、この重さが MG ですね。それでもって、こう、同じようにして釣り合ってるわけですから、結局 P0 プラス S 分の MG ですね。対面積あたりの重力ですから、圧力は P0 という圧力。それしかも、このピストンの圧力ですね。足したものが圧力になります。こう釣り合ってるわけですね。で、体積は何かというと、ここ H' とします。でここ断面積が S ですから SH' という体積になりますね。で N モルです。気体ですが R です。で T1 ケルビンですね。ですからこれで H' を求まるわけです。でこれはまあ S 分の P0S プラス MG で S と S が消えて結局 P0S プラス MG の H' NRT1 H' はこれで割ったものということで、これは O に相当します。次は空欄 D の問題です。液体が、この液体が全て蒸発する間にこう蒸発して気体になったわけですね。物質が外部になした仕事は D ジュールであるという問題です。でここでこの液体がここからピストンがここまで上がったわけですね。で液体が気体にした仕事がある、気体になった時にこうここまで上がったというわけですね。一般にその仕事は PΔV です。圧力かけ体積変化ですね。この W はここでの加熱ヒーターの熱とはちょっと違う意味で、まあ、これに公式に沿ってやった分ですが、まあ、仕事ダブルですね。これは P というのはこの全然変わってないですね。この外気圧 P0 とこのピストンの重力ですね。その対面積あたりの力ですが、ですから P0S プラス S 分の MG という圧力でもってこれは変わらないわけですね。これはずっと一定の圧力でもって体積変化、つまり断面積 S、ここが H' でここが H ですから、どれだけ体積変化したかというと H'-H ですね。ここの長さが H'-H、 その体積は S かけ H'-H ですね。これがデルタ V になります。でこれは S 分の P0S プラス MG で S と S が消えて結局こういうふうになります。で H' というのは先ほどやった全部の結果を利用します。 P0S プラス MG の NRT1 ですね。ですからこれがここへ来ます。ですからこれとこれですから、こういう式になって、これとこれかけて消えて NRT1 で、これとこれかけてこうなりますから、結局 C というのが正解になります。次は空欄 E の問題です。状態 C からさらに T3 秒の間加熱したわけですね。加熱しました、ヒーターで加熱しました。気体は T1 から T2 ケルビンになったということですね。気体の低圧モル比率 CP は E10 マイモル毎ケルビンであるという問題です。でなぜ低圧モル比率を考えるかというと、ここではもう圧力は一定ですね。圧力は一定でもって、温度、ヒーターによって温度が上がったというわけですね。その体積もまあ増加したというわけなんですけれども、結局どれだけの熱を与えたかというと WT3 ですね。ここからここまでは WT3 という熱量を与えたと。でその低圧モル比率で、低圧ですから CpN モルありますから、これ1モルあたりですが N 倍の CP で温度変化があってデルタ T ですね。 T2-T1 になります。ですから CP は T2-T1 で割ったものですね。ですからこれはナーが正解になります。次は空欄 F の問題です。状態 C から D の間の物質の内部エネルギーの増加は F ジュールであるという問題です。こちらも全て気体ですが、温度が上がったわけですね。内部エネルギーが増加しています。でもう熱力学の第一法則ですね。外から与えた熱は内部エネルギーの増加プラス気体が外部にした仕事、この加熱のダブルとこのダブルは区別してください。これはまあ仕事だということですね。こちらはですから、このまあ仕事というのはまあ PΔV、 これ一定の圧力でもって ΔV 増加しています。これヒーターでもって
一定の圧力ですから気体は膨張しているわけですね。 P デルタ V、 PV これ NRT から P デルタ V は NR デルタ T と表せます。つまりこれはこれだということですね。デルタ T というのは T2 マイナス T1 です。 ですからこういう式になります。ですから内部エネルギーデルタ U は Q 引くこちら移行したものですね。 Q 引く W ですから、 Q というのはここで与えた熱ですから WT3 ですね。ヒーターからの熱 WT3 引くの W はここの仕事はマイナス NRT2 マイナス T1 になります。ですからこういう式がここの内部エネルギーの増加になりますから答えは3になります。で、その本文では問題文には CP イコール CV プラス R というなるの関係があることが分かると書いていますが、じゃあなぜかということをここで考えてみたいと思います。でここで WT3 はその低圧比熱ですね、 N モル低圧モル比熱を CP とするとこういうふうに表せます。まあ、デルタ T は T2 マイナス T1 だと。で、内部エネルギーは何かというと理想気体ですから、結局、内部エネルギー増加というのは、この T 積モル比熱かけ、N モルですから、そのデルタ T で表せます。これ、こういう式ですね。まあ、2分の3 R になりますけども。で、これは T2 マイナス T1 ですね。ですから、ここの内部エネルギーの増加は、デルタ U はこういう式になりましたから、こういう式からここへ WT3 は これですね。これをここ持ってきます。ここ持ってきます。デルタ U は何かというと今言ったこれですね。これがここに行きます。で、WT3 で NCP でこうなりますね。ですからマイナス NRT1 はこうなりますから、結局 N と T2 マイナス T1 が全部共通ですから、これを取り除くことができます。で、残るものは CV、CP、引く R だということで、CP はこちらを移行して、CP イコール CV プラス R という。こういう関係式ですね。2分の 3R ですから、こう2分の 5R だということが分かりますね。次は空欄 G と H の問題です。最後の問題です。状態 D でヒーターによる加熱を止めました。で、ゆっくりとこれを傾けて水平にしたというわけですね。で、気体の圧力はどうなりますかということで、D から E の間に温度は、気体の温度はどうなるかという問題です。で、ここでは、その傾けていくと、今まではこういうこちら延直方向のこのピストンの重力がありましたから、それを支えないといけないという圧力がありましたが、ここではまあそういう制限がないわけですね。ですからこっちからは外気圧が加わってきます。でこれはもう重さ重みがないわけですから、これとこれと釣り合うわけですね。ですから P0 という外気圧に対してこう対抗するということで P0 ですね。ですから北の方は P0 と、ですからこちらよりもこちらの方が圧力が小さくなるわけですね。ですから小さくなるから、圧力が小さくなるから、だん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 ここから膨張していくわけですね。今まではこう噴して圧縮されて、この重みによって圧縮されていましたが、その重みがなくなりますから、そのこう噴して膨張するわけです。ですからこのしかもここ断熱ですね。ヒーターの加熱を温めましたから断熱材でできていますから、断熱膨張しますから気体の温度は低下するというわけですね。ですからここは P0 ニュートンで、しかも温度が低下するということで、イとネというのが正解になります。広島大学2023年の電磁気に関する入試問題です。3番、図1のように電気抵抗 R の抵抗、起電力 V の電池が接続された一方辺の長さ D の正方形の回路を準備する。回路全体の質量はスモール m であり、回路の自己インダクタンス、電池の内部抵抗を無視できる。この回路を図2に示す水平面と角度 θ をなす滑らかで十分に長い斜面上を滑らせる。図2のように斜面傾斜方向に沿って下向きに X 軸、斜面に対し垂直上向きに Z 軸を取り、原点 O を図2のように取る。この斜面全体に X に依存する磁場が Z 軸方向にかかっており、磁束密度の Z 方向の成分は BZ イコール BX である。ここで B は正の定数である。はじめに辺 DE が X イコール0の位置になるように斜面に回路を固定した。問1、回路に流れる電流 I1 を求めよ。ただし斜面の真上から見て時計回りに電流が流れる場合を I1 正とする。問2、回路全体が磁場から受ける力の X 成分の大きさを B、 B
D、R、V を用いて表せ。またその向きを X 軸の正負で答えよう。固定を静かに外すと、回路は斜面を滑り落ちた。重力加速度の大きさを G とし、斜面とその上に置かれた回路の間の摩擦、回路にかかる空気抵抗は無視できるものとする。辺 DG と辺 EF は X 軸と常に平行である。十分に時間が経過した後、回路は X の正の向きに速さ V1 の等速度運動をした。問3、回路に流れる電流 I2 を B、D、R、V、V1 を用いて表せ。また導き方も示せ。ただし斜面の真上から見て時計回りに電流が流れる場合を I2 正とする。問4、回路全体が磁場から受ける力の X 成分の大きさを B、D、R、V、V1 を用いて表せ。またその向きを X 軸の正負で答えよう。問5、速さ V1 を B、D、R、V、G、M、θを用いて表せ。また導き方も示せ。問1番の問題です。はじめに辺 DE が X イコール0、ここが X イコール0ですね。この位置に固定したというわけですね。固定した問題です。問1と問2がそうです。で、問1ですけれども、回路に流れる、ここに固定しました、正方形です。で、流れる電流は I1を求めなさいということですね。こういう、ここが正ですから、こういう向きに時計回りですね。ですから I1 は正だということが分かります。ですから、キリフォフの第一法則より起電力の和は電圧効果に等しいということで、 V イコール HR、まあ、オームの法則ですね。ですから I1 は R の V だということですね。時計回りです。I1 は正です。ですから R の V 正ということになります。これが問1の答えです。で、問2は、この固定していました、この辺 DE の辺の長さ D ですね、この正方形です。回路全体が磁場から受ける力の X 成分というのはこういう方向です。大きさを表せ。 B から V の軸、この下のものを用いて表しなさいという問題です。磁場から受ける力ですから、まあ、電流が流れていますから、 F イコール電磁力ですね。 F イコール IBL という、で、その方向ですけれども、まあ、こういうふうに I1 番問1の結果でこういう時計回りに I1 が流れているわけですが、ここで D が固定しています。ですから、まあ、しかもここの Z 方向に磁束がある、磁場があるということですね。で、しかも X イコール0の時、ここが X は0ですから、ここは磁場が0ということが言いますね。 BX ですから、 X が0ですから、こうです。で、ここもここはまあ徐々にこう上がっていくわけですが、ここではどうかというと、ここからから D ですから X が0、ここは X が D ですね。ですから BD という大きさになります。で、フレミングの左手の法則で FBI ですね。ですから B が上です、 I がこうですから、そのすべてこう一回りしてもすべてこう、こちらこういう、ここはまあ B が0ですから力がないと、ここらはこうフレミングの左の法則でこういうふうな方向で力があるわけですが、 X 成分ですから、まあ、こことここはまあ対称ですから相殺されると、まあ、X 成分ではないですから、 X 成分はまあこの方向ですから、まあ、ここですね、この力が働いているということが分かります。ここがまあ固定していますから、ここの大きさを求めればいいわけですね。 F イコール IBL から電流かけ磁場の磁束密度をかけ、この長さが D ですから 1BD になります。で、 I1 というのは1番でやりました R 分の V ですね。 R 分の V ですが、で、しかも B は、ここで BD になりますね。 BD BD の D ですから BD 以上になります。 I1 は R 分の V ですから R 分の V の BD 以上です。で、負、こちら向きですから負ですね。こちら向きは正ですから、下向きは正ですから上向きになっていますから負ということになります。次は問3番です。今度は固定を外しました。問1と問2の場合はここで固定していたわけですが、この固定を外すと摩擦がありませんから滑り落ちたということですね。滑り落ちて十分に時間が経った後、等速度運動したという、 V1 という等速度運動を X 方向にしたというわけですね。等速度運動したと。で、その時の回路に流れる電流 I2 を B から V1 の実質のものを用いて表しなさいという問題です。で、一般にこのここの X という、ここに今滑り落ちて等速度運動している時の位置を X とします。これ G、D と E ですね。で、GF がこの D ほど長いですから、こ
ここが D ですから、X プラス D ですね。ですから、ここで、ここの磁場は、BZ は BX です。ここは、ここの磁場は B の X プラス D、X プラス D という大きさになりますね。で、一般にその、ここに時速が変化していますから、ことごとく時間的変化していますから、誘導起電力が発生するわけですね。その誘導起電力の大きさは、デルタ値でいうと、まあ、マイナスのデルタ T 分のデルタファイ、これ時速です。で、時速というのは、まあ、ここの B とかけ、便積ですね。で、まあ、デルタ、B と D 次をですけれども、この D 次をというのは一定です。で、デルタ B、時速がここは、ここだけでも変化していますから、デルタ B というのは何かというと、デルタの、ここの、ここが X とすると BX ですね。ここは BX プラス D ですが、これからこれ引いた差ですね。そのが、まあ、時速変化ですから、ですから結局 BX プラス D マイナスの BX で BD というのになります。で、B は正の定数ですから、B のデルタ D となりますね。ですからここは B のデルタ D だと。B のデルタ D で、デルタ D。B の BD 次乗でこれはもう一定ですから、こういうデルタ D が残って、デルタ T 分のデルタ T 分デルタ D というのはこれは V 値ですね。 D 行くのにデルタ T かかっても等速運動してますから、デルタ T 分のデルタ D は V 値だということに表せます。ですからその誘導起電力の大きさはこういう大きさになるわけですね。で、もともとそのここのじゃあ誘導起電力はどういう向きかというと、だん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 こう滑り落ちるときにだん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 時速が大きくなりますから、レンズの法則でそのじゃ妨げる向きに向こう向きに時速磁場が生じるような誘導起電力が生じますから、時計回りのこういう誘導電流が流れるわけですね。その誘導電流の大きさが I2 なんです。ですからここでキリフフの第二法則ですね。第一法則ではで問1か問2でやりましたが、第2法則から起電力の和は電圧効果に等しいということで V プラスの V ダッシュ、これは誘導起電力ですね。で、この電圧効果が I2R だと。で、求めたいのは I2 ですから R 分の V プラス V ダッシュ、 V はここですね、電源の電圧で、これが誘導起電力の大きさは今さっきやった BD 乗 V1 となります。で、これはまあ時計回りの電流ですから、まあ、正だということですね。4番です。回路全体が磁場から受ける力の X 成分の大きさを B から V 値の位置から持ち出すという問題です。まずその力の向きですね、もう答えなさいという問題です。で、これは滑り落ちて V 値という等速度で運動している状態ですね。その時のここに働いている X 成分の大きさですね。です、まあ、これはまあ 前問でもやりましたが、こちらは相殺します。徐々に大きくなりますけど、時速は大きくなりますけども、対称ですからこの向きは相殺されて、 X 成分だけというとこことここに関わる力ですね。フレーミングの左手の法則からここでは F1、 こういう内向きです。これは上向きですね、まあ、負の向きです。こちら正の向きで働いていますから、これからこちらの方が当然時速が大きいですから、こちらが大きいと分かるわけですね。ですから結局これからこれ引いたで、まあ、X 軸の負の方向に力が働いているということも分かるわけですが、これで電磁力は F1 は何かというと IBL から電流×時速×その長さ D ですね、 I2BD となります。で、時速はここまあ BZ ですが、 B、 ここが X とすると BX ですね、 D になります。 B は BX で、F2 の場合は D ほど長いですから B かっこ X プラス D ですね。ここが B がこうなりますから、時間も長さが D ですからこうなります。ですからこれからこれ引いたものというのと BX と B が消えて B 残る BD 以上になりますね。ですからこの I2 というのはここの回路等速度運動している時に流れる電流ですから、これは全問の結果を利用します。 I2 はこうでしたね、愛旅行ですから、あと BD 値をかけたものです。で、その向きはどうかというと、上向き、負の向きですね。ですから、答えはこういうふうになります。という5番です。速さ、V 値を表せ、B からシータをこの文字を使って表しなさいという問題です。で、等速度運動しているその速さ、V 値ですね。
その時にはそのこの回路の全体の質量がスモール m ですから、まあ、重心に mg 円直角に働いていますから、斜面方向にはここが θ になりますから mg sin θ ですね。これが x の正の向きです。で、全問でやりましたアイニムという電流が流れている時は上向き負の向きですね。それと等しいですから、この力が釣り合っているから等速度としているわけですね。ですから mg sin θ とこの誘導電磁力ですね、そのが等しいということですね。ですからこれはまあ全部の結果でこうなりました。でここの V 値を求めるわけですね。ですから、ここで、ここ R をこうかけて、あと BDG をで割ったものはこれになりますね。ですからあとはここで求めたいですから BDG を V 値はこれを移行した形ですね。こうなります。で V 値は BDG をで割ればいいわけです。でこれで BDG の事情になりますから、ここで、ここも BDG をかけたものですね。ですから V 値はこういう式になります。広島大学2023年の電磁気に関する入試問題の続きその2です。次に図3のように回路の電池を電気容量 C のコンデンサに置き換えた。ここで回路全体の質量はスモール m であり、回路の自己インダクタンスは無視できる。重力加速度の大きさを G とし、斜面とその上に置かれた回路の間の摩擦、回路にかかる空気抵抗は無視できるとする。辺 DG と辺 EF は X 軸と常に平行である。はじめコンデンサーに電荷は蓄えられていない。図4のように回路の辺 GF を X イコール0に置き、外力を加え X の負の向きに一定の速さ V2 で動かし続けた。ここで X が負の時には時速密度の Z 方向の成分 BZ イコール BX は負であることに注意せよ。問6、辺 GF が X イコール X2、X には負の位置にあるとき、コンデンサーに蓄えられている電気量を強位置とする。括弧1、このとき辺 DE と辺 GF に生じる誘導起電力の大きさ、絶対値 VDE と絶対値 VGF を BDV2X2 を用いて表せ。括弧2、回路には斜面の真上から見て括弧A に電流 I3 が流れ、コンデンサーの D 側の極板は E に帯電する。1括弧A と括弧 E に入る組み合わせを以下の選択肢から選び、その記号を記入せよ。 A と E の選択肢 A、B、C、D とあります。2番電流 I3 の大きさ絶対値 I3 をB、D、R、C、Q1、V2 を用いて表せ。問6番です。辺 GF が、辺 GF というのはここですね。辺 GF が X イコール X2、X には負。つまりここが X が0ですが、上に行ったというわけですね。こちらが C ですから、こちら負ですね。X2 が負の位置にあるとき、コンデンサーに蓄えられている電気量を Q1 とする。このとき、辺 DE と、辺 DE と辺 GF に生じる起電力の大きさ、絶対値 VDE、絶対値 VGF を B から X2 のこれを用いて表しなさいという問題です。まず辺 DE ですね。この辺 DE が V2 の速度でこう、この正方形の回路が V2 の速度で上に行っているわけですね。その時のここに生じる起電力の大きさ、絶対値を表しなさいということです。でここにはコンデンサー 電源の代わりに今度はコンデンサーですね。電気容量が C ですが、まあ、Q1 というこの時に X2 の位置に X これはもうすでに0から出発してこう X2 の位置にある時ですね。 GF が X2 の位置、これ X には負です。でそれよりも D を掘るほどまだこちらに、負の方に行ってますから、まあ、マイナス2と X2-D と表すことができます。でいずれもこれは負ですね。これも負です。で、V2 の速度で行っているというわけですね。で、この時に、ここで、この時速ですね、時速の方向、BZ は BX、X に依存するわけですね。X は負ですから、今度逆に、本文に、問題文に書いてましたが、逆にこういうこちら向きになるわけですね。こちらでは時速が下向き、つまり表から裏側の方、こういう方向になるわけです。
で、上に行くほどその大きくなるというわけですね。下の方向が BX に比例しますから、でこういう方向だということに注意しなきゃいけない。でこの時にここに、ここの瞬間にここにおける、つまり BZ、時速は、時速未数は B の X に、この位置がこうですから X にマイナス D です。これは全体が負ですから、まあ負だ、方向は負け、逆、こういう向きですね。でここでの GF のところの時速ミスは BZ はまあ BX2 だと、これが負だということですね。つまりこう向こう、こういう向きです。こういうことで、こういう状況を理解しながらここにおける起電力を求めるわけですが、まあ、V イコール時速の時間的変化ですね、まあ、マイナスというのはこの妨げる向きだという意味でですが、まあ、絶対値の VT、 大きさを求めるわけですね。ですから時速、デルタ T 分デルタ Y だと、時速ですね、時速の変化です。時速の変化は何かというと、ここのこれが、まあ、わずかデルタ X だけいった時にはこの面積は、長方形の面積が DX、 D デルタ X になりますね。そのつまり時速変化は、まあ、B D デルタ X だということになりますね。これ BS ですから、デルファイは BS ですから、 B、 これ S がこうなります。でデルタ T 分デルタ X はまあ当然、等速運動していますから V2 だということが分かります。でここの B は、わずかのデルタ X ですから、まあ、ここのおける時速と考えていいわけですね。 BX にマイナスの D だと、であと D をかけて D、 これですね、 D デルタ X になります。ですからこれとこれが V2 になりますから、結局、BX にマイナス D の DV2 というようになるわけですね。しかしここで気をつけないといけないというのは、これ全体が負ですから、この絶対値ですから、この例えばこの例を見てください。 X がマイナス2で、X が負ですね。当然 X が負ですが、まあ、これ原点として、ここのじゃあ絶対値 X をどう表すかというときに、まあ、絶対値 X というのはこれマイナス2ですから、まあ、2と出るわけですが、この符号で言うとこれがマイナス2ですね、 X ですから、絶対値 X は何かというと、もうマイナス X にしないといけない。こういう場合は絶対値 X というのは、でなぜならばマイナスの X がマイナス2ですから、まあ、マイナスマイナス2で2というわけですから、絶対値 X はマイナス X と表せないといけない。ですから絶対値 x マイナス2というのは d マイナス a、 マイナスの2してマイナスにしてカッコ x にマイナス d ですから、 d マイナス x だというわけですね。ですから、ですからここが d マイナス、絶対値を取ったものは b の d マイナス x d で、これとこれで v2 ですから、こう v 絶対値 v の d がこうなります。同様にして gf は、まあこの b が bx2になりますね。でこれが絶対値 x2 はマイナス x2 と表さないといけないですから、ここはマイナス bx2 の dv2 だというわけです。これが d と gf というのは、これが答えになります。16番の括弧2の問題の1です。回路には斜面の真上から見て R に電流 I3 が流れ、コンデンサの極板 d 側ですね、 d 側、ここですね、D 側は E に帯電するという問題です。ここの A と E の空欄ですけれども、選択肢から選ぶ問題ですけれども、ここの斜面の真上から見ると電流 I3 が流れる、この回路がこういう方向に移動しているときには、先ほども言いましたが、この時速は、磁場は逆方向、これでなくて逆方向に、 X が負ですから方向も逆だということですね。ですから表からこういう向きに磁場が生じていますけれども、その絶対値はだん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 大きくなるわけですね、上へ行くほど。方向は逆方向で、表から裏側ですけれども、ですから上へ行くほどそのレンズの法則から大きくなりますから、逆の方向にこういう向きな磁場が生じるような誘導起電力が生じるわけですね、誘導電流が生じると。ですから右ネジの法則、右ネジですから回りますから、電流はこういうふうに流れるというわけですね。電流が流れますから、ここからにプラスが、電流はプラスの方向ですから、プラスの電流、電荷が流れるという意味ですから、ここらにプラスの電荷がたまるわけですね。ですから電流の方向は反時計回りに流れるというわけですね。こういう、しかもコンデンサの D 側にはプラスの電荷が帯電するというわけです。ですから反時計回りプラスということですから、選択肢でいうと C が正解になります。次に2番ですけれども、
イワンは電流、アエさんの大きさ、絶対値、アエさんを表せ。この式を用い、この文字を用いて話しなさいという問題です。で、ここでこういう方に、こちらに V というのは、コンデンサーの電気量が C ですから、この時に Q1 という電気量が溜まっていますから、電圧は C 分の Q1 ということですね。ここはですから、これこういう向きにこう流れますが、誘導起電力は逆方向ですから、誘導起電力はどうかというと、やはりこの磁場があって、この時速変化ですね、時間的な時速変化ですから、このマイナスというのはレンズの法則を表しているわけですね。三角形の向きということですが、時速の変化は何かというと、このデルタ B、デルタの BS ですが、BS はこう、正確に見つけ S の磁力だと。で、ここの磁場は時速も変化してますね、これ。X2 から X2 マイナス2では磁場の大きさが違いますから、これとこれからこれ引いた大きさですから、BD という違いがあるわけですね、すでに。ですから、デルタ B というのは、デルタ T 秒間に、デルタ、その BD だということで、B は整数ですが、B デルタ D というデルタ D があるわけですが、すなわち、その誘導起電力の大きさを絶対値とすると、そのデルタ D 分のデルタ B、B が B デルタ D ですから、この B と D 乗が定数できて、ここはデルタ D が来ますね。デルタ T 分のデルタ D というのは VT2 だと、等速度運動していますから。ですから、結局、その BD 乗 V2 という誘導起電力が生じるというわけですね。反時計回りですが。で、ここですね、キルヒョフン第二法則で言うと、V- 逆方向ですから、V' が I さんがあると。ここで注意しないといけないのは、電流の向きが反時計回りですから、マイナスだということですね。一番最初の問題文の指示から時計回りを精度すると言っていますから、で、I サイン R 分の1のこうなりますが、すでにこれ負ですから、絶対値で言うと、今さっき言ったようにマイナスのつけて、こういう逆方向になるというわけですね。答えは、絶対値の I さん、大きさはこういうふうに表すことができます。